はい、今回はですね、ニューソニックアースセルリリースされています、こちらニュアンスという製品を紹介していきたいと思います。この製品、一言で言いますと、非常にシンプルで使い勝手がいいサンプラーとなっています。用意したオーディオファイルをこのニュアンスの中に入れて、このように鍵盤に割り当てることができます。使い勝手もですね、非常に工夫されていまして、一つのパッドにキットを割り当てて、ドラムトラックとして使用したり、素材に対して音階をつけて、全鍵盤に配置したりなんかができます。今回第1回目はですね、リズムエディットを中心に解説していきます。まずですね、こちらニュアンスを立ち上げますと、このエディット画面というものが表示されています。ここのですね、左からプリセットを読むことができまして、これが表示されていないという方は、この虫眼鏡をクリックして、フォルダーアイコンを点灯させます。そうしますと、このようにキットというものがありまして、ダブルクリックでですね、こんな感じ、プリセットを切り替えることができます。一度ですね、サウンドを鳴らしながら確認してみましょう。こんな感じのリズムだったりとか、ちょっとタイトのものとかですね。さまざまなタイプが用意されています。またですね、ニューソニックアース社のアカウントにログインしますと、これらですね、プリセットがかなり安価で販売されていますので、気になる方はですね、このあたりもチェックいただけたらと思います。まずこのように、ダブルクリックで簡単にプリセットを切り替えることができるという感じですね。そして今のプリセット切り替えですと、すべてのキットがですね、変更になってしまいますけども、この上のサンプルズというものですね、これをダブルクリックで開きますと、それぞれのですね、単発キットが用意されています。例えばこちらドラムの中のクラップとかシンバルとかありますね。開きまして、クリックすると、視聴が開始されます。この視聴ができないといった方は、この下部分ですね、この音声アイコンがですね、消灯している場合は選択してもプレビューができないといったところにご注意ください。こちら点灯させておきまして、この右はですね、このプレビュー時の音量を調整することができます。右に行けば行くほど音量が高くなるという感じですので、このあたりもですね、最適になるように調整いただけたらと思います。例えばですね、こんな感じのシンバルがいいとなりましたら、今差し替えたいところ、ここになりますね。このようにですね、選択しますと、それぞれの波形が右に出てきますので、今ですとシンバル。で、この上にですね、それをドラッグ&ドロップするという感じで、はい、簡単にですね、入れ替えることができます。一度ですね、再生してみます。この頭部分のシンバルとなります。こういった形ですね。またですね、このキットなんですけども、ご自身で用意されたサンプルなんかを使用することもできます。一度ですね、今分かりやすいようにデスクトップに置いてしまいます。それでは実際に演奏しながらこれらキットを切り替えていきたいと思います。まずですね、キックですね。一番左下です。この部分にですね、ドラッグ&ドロップしても、こんな感じで入れ替えることができます。そして次、スネアですね。これも、この右ですね。はい。そしてその次ですね、クローズハットになりますので、ここですね。で、オープンがその右。こんな感じでですね、購入したサンプリング CD のワンショットなどから簡単にですね、キットを作ることも可能になっています。そしてキットの選択が終わりましたら、各キットに対してさらに磨きをかけていきたいというところがこの下部分になるんですけども、今ですね、演奏開始してみますと、こんな感じ。このMIDIの演奏に合わせてですね、次々にキットが切り替わってしまいますので、エディットしている最中にこのパラメータ変わってしまうと、このあたり非常に困ります。これをですね、避けるために使用するのがここですね。このMIDIフォーカスを消灯させますと、今ですね、こう選択したものだけが表示されます。こんな感じですね。MIDIの演奏に追従しないということになりますので、ここも覚えておくと非常に便利かと思います。で、今ですね、こちらちょっと気になったのが、すべてのですね、キットが真ん中から聞こえていますので、例えばこちら、ハットはですね、ちょっと左から鳴らしてみましょう。そういった時非常に簡単で、このミックスというものですね。この原因から今選択しているキットの音量ですね。そしてその下からパンを変更することができます。ですので、ちょっとですね、このオープン小さいなと思いましたら少し原因を上げたりとかしてですね。そしてこの2つをちょっと左側に配置と。いうようなですね、変更も簡単に行うことができると。そしてですね、もう一つ、ハイハットで重要なのが、多くの場合ですね、キットはこのオープンがクローズで止まると。ただですね、先ほどはこのように好きなキットをですね、ただ入れただけですので、そのような設定になっていません。簡単に設定できますので見ていきましょう。どちらかのですね、サウンドが鳴っている時に、もう片方のものをですね、演奏すると、前のキットサウンドを消すというチョークという機能ですね。これを使っていきます。
まずチョークさせたいものを右クリックします。そうしますとこの上にですね、チョークというものがありますので、これを同じグループに設定するだけです。今ですとこの2つのハットをですね、同じグループにしてしまえば OK ということになりますので、右クリックで両方ともですね、グループ1に変えます。そしてこのキットもですね、ちょっとハットっぽい役割をしていますので、こちらも同じチョークにしておきましょう。そうしますとこの3つがですね、同じグループになりまして、このオープンハットが伸びているときにどちらか一方が演奏されると、前のですね、ハットをカットするという感じになります。一度聴いてみましょう。特に今のパターンですと、この16分裏。はい、オープンがしっかりですね、次のクローズで止まってますね。これがですね、チョークなければ、はい、ちょっとルーズな感じになるという形ですので、このあたりをチョークで設定していくというのは最初にやった方がいいと思います。そしてですね、キットの調整という意味で非常に便利なのが、この一つのMIDIの演奏に対して、複数のキットをですね、重ねる、レイヤーができるという機能になります。そうですね、今はじゃあこのスネアドラムに対して、クラップをレイヤーして、さらにですね、ちょっと2音を強化していきたいと思います。まずレイヤーしたいキットを選択します。そうしますと、この下ですね、アッドレイヤーと書いてありますので、これをですね、クリックします。そうしますと、このように空のパッドが表示されますので、そこにですね、好みのサンプルを入れていくと。ですので、先ほどのこのサンプルズのこのドラムですね、その中にクラップとありましたので、いい感じのところですね、聞いてみましょうか。プレビューしてですね、良さそうなものを探していくという感じになります。このあたり派手で良さそうですね。気に入ったものが見つかったらこれを入れていくという感じです。そうしますと、こんな感じ。一つのMIDIで複数のですね、サウンドを演奏することができます。といった形です。もちろんですね、各パッドに対して先ほどのですね、ボリュームコントロールを行うことができますので、ちょっと大きいなーって言ったときは、ボリュームバランスを取ったりなんかができます。そしてもう一つ、キットで非常に大事なのがこちら、ピッチですね。ピッチによってですね、かなりキットの印象変わります。例えば今選んだですね、もう少しですね、このクラップ低くしてもかっこよさそうです。そういった時はこのピッチを下げれば OK と。まずノブを下げていきますね。かなり音程下がります。逆に右に行けば上がっていくという感じになっています。今ですね、じゃあこれでどのぐらい下がっているのかと、この上部分から確認することができます。これはですね、最後にカーソルを合わせたノブの値が表示されますので、今ですとマイナー9、9半音下、かなり下がっている状態になりますね。これをですね、適度に変えてボリュームバランスを再度取ると。この原因なんかも表示されてますね。はい、こういった形でですね、キットに磨きをかけることができると。そしてもう一つおまけで覚えていただきたいのが、ここでリバース機能がついています。例えば有名なところですと、このシンバルを逆再生するというものがありますね。ですので、このシンバルを点灯させます。そうすると、はい、こんな感じでですね、次から逆再生という形となります。今、こう逆再生を使いたいとしてクリックします。そうしますと、実際にですね、音が聞こえてくるまでにかなりの時間がありますよね。これはどういうことかと言いますと、このサンプル自体ですね、後ろの空白をかなり長めに取っています。そのためですね、逆回転してきた時に無音の時間が長いということになります。で、このニュアンスはですね、こう読み込んだ波形の使用部分を簡単に変更することができます。その方法も非常に簡単で、このオレンジ部分をですね、このようにドラッグすることで、どこの部分を使用するかというのを決めることができます。例えば今ですと空白が長かったので、空白をですね、ちょっとカットするような感じ。このようにしますと、次演奏した時は、はい、かなり早い段階からリバースが聞こえてくるというようなですね、ニュアンスなんかをコントロールできますので、ここもかなり使えます。しっかりと把握いただけたらと思います。そして今回最後の機能として、こちらアンプエンベロープ、非常に重要な項目になります。これはですね、時間軸によるボリュームコントロールを行うことができるという機能なんですけども、この初期状態はですね、アンプエンベロープが効いていません。一回ですね、このようにMIDIが演奏されると、用意したサンプルですね、必ず最後まで演奏されると。これがですね、ワンショットと言われる形式ですね。このようにですね、短いサンプルですと、そこまで顕著にわからないかもしれないんですけども、グルーヴを作る上で非常に大事です。まずこれですね、アンプエンベロープ有効にするには、ここですね、電源ボタンを点灯させるだけです。そうしますと、ディケイ、サスティン、リリースというものをコントロールできるようになります。通常ですね、用意した波形の音量をそのままですね、流すには、このサスティンレベルを全開にしておけば OK ということですので、
まずサスティンレベル、こちらマックスにしておきます。そしてこのリリースなんですけども、ミディの演奏が終わった時ですね、どのぐらいの時間をかけてですね、この再生をやめるかということになります。今リリースがですね、ちょっと長めに取られていますので、このように話したとしてもサンプルが最後まで演奏されます。このリリースをですね、かなり短めに取ることによって、押してすぐ話していますね。こんな感じです。このキックのサウンドが短くなったのがわかります。そしてもし長くしたいときはずっと押しっぱなしにしておくという形でですね、同じですね、キックの演奏でもこちらミディのですね、音の長さを変えるだけでグルーヴ感をですね、つけることができるという感じです。例えばこの小説、キックがですね、3つ続きます。全部16分裏に入ってますよね。で、全く今ですと同じ長さなので、ちょっと面白くないと。ですので、例えば真ん中だけを長め、もう片方を短め、でこっちが普通ぐらいにしておきましょう。そうしますと、これ何もやってないときこうですね。ちょっと棒読みっぽい感じです。ただ長さを調整しますと、はい、こんな感じで表情をですね、簡単にコントロールできると。ちょっとですね、細かいテクニックなんですけども、ノリにこだわるとしたら必ずやった方がいいところですね。そしてですね、もう一つ、これは絶対アンプエンベロープが必要というケースをご紹介します。例えばこのラップ、パッドに割り当てます。このキックの上にしますね。そうしますと、このように割り当てが完了しました。かなり長いサンプルになります。長いサンプルの場合ですね、全部が表示されないといった時は、この部分をドラッグする。もしくはですね、これを掴んで上にドラッグで拡大、下でドラッグで縮小とできますので、このあたりも覚えておくと便利かと思います。今ですね、ラップ、このように頭に空白がありますので、すぐ鳴るようにしておきましょう。そしてこれをですね、ビートの中でちょっと一部分使いたいとしますよね。そういった時、このようにですね、ミディが連打されることになりますけども、はい、こんな感じですね。もともとがワンショットですので、複数回演奏された時はそれぞれが最後まで慣れきって、今のようにですね、サンプルが重ねて演奏されてしまうという感じです。これをですね、避ける時に今のですね、アンプエンベロープをまず有効にします。そしてサスティーンは全開、要はですね、今のサンプルを音量の変化なくそのまま全て流すと。そして次ですね、ミディが離された時にどのぐらいですね、この演奏を続けるかということになりますので、これをかなり短め、先ほどと同じような感じにします。これゼロでもいいんですけども、たまにノイズが鳴ってしまう時がありますので、薄くだけでもですね、取っておくといいかもしれません。今この状態 E に入れました。で、このように連打してもですね、ワンショットではなくてミディが押されている時だけ演奏されると。で、これをですね、使うことによって、例えばここで入れて、そうですね、ここ長めとかってやって、こんな感じとかにすると、という感じでですね、声をかぶらせないで使用することができます。ちょっと遅くてもたってしまうときは、この再生値を調整と。こちら拡大してもいいですよね。こんな感じにしてぴったりくるところ、といった調整を行うというテクニックもですね、先ほどのワンショットとこのアンプエンベロープを使う違いとなります。はい、といった形で動画第1回目はリズムを中心にですね、このあたり主要なパラメータを解説してきました。で、このニュアンス、音程楽器をですね、配置してさらに面白いことができたりとか、エフェクトをかけたりとかですかね。そして最後にですね、このパラアウトなんかのですね、解説もしていきたいと思いますので、次回ですね、ご期待いただければと思います。といった形で今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。